吉田です。今回は個人でもできる問屋仕入れの方法とおすすめサイトについてお伝えします。仕入れの方法はたくさんありますが、できることであればなるべく安く仕入れられるメーカーや問屋から購入したいものです。問屋仕入れというと個人では難しいと思うかもしれませんが、そんなことは全くありません。今回は 個人でもできる問屋仕入れの方法と仕入れにおすすめな国内、海外のサイトについて解説しますので、最後までお付き合いください。卸し問屋やメーカー仕入れの基礎知識。ネット事業を始めたいと思っても、まず仕入れで立ち止まってしまう人が多いようです。確かに良い仕入れ先を見つけるのは大変そうですし、 また、個人相手にきちんと取引してくれるのだろうかと不安になってしまいます。良い商品を見つけてもライバルが多い、利益率が低いなど悩みもつきません。基本的に誰でも仕入れられる商品はライバルが多く販売が難しいものです。こういった悩みを解決していくために仕入れについて今一度考えていきましょう。 個人でもメーカーや問屋から仕入れるのは難しくない。仕入れなんて業者間で行うもので、大手メーカーや問屋が個人相手に卸し値で取引してくれるものではないと思っていませんかネット事業が盛んになってきた現在でもそう思っている人が多いようです。しかし、大手メーカーでも問屋でも商品を売りたいのは同じです。これは これから商品を売ろうとしている人ならわかりますよね。もちろん稀に個人取引を行っていないメーカーなども存在しますが、多くはどちらかというと個人でも大歓迎なのです。つまり商品を仕入れること自体はそんなに難しくないのです。基本的に交渉で価格が変わることはない。 大きい会社だと購買部が価格交渉をして、より安く仕入れることができるようになることもあるでしょう。特に海外との取引では交渉次第で価格決定をするケースも多いようです。しかし、日本ではあらかじめ決められている仕入れ値が基本であり、よほど大量に購入したり、長年の取引がない限り、交渉次第で価格が変わるなどということはありえません。 より安く仕入れたいのですから、交渉できないのは残念ではありますが、非常にわかりやすくシンプルなルールとも言えます。だから、交渉が苦手と言っても不安に感じることは一切ないのです。こちらのビジネスの結果は仕入れ先には関係ない。買い物をしたことがある人ならわかると思いますが、 例えば、資生堂のファンデーションを購入したら、その後、資生堂から何か連絡があるなんてことはないですよね。売買は文字通り、売る、買うのみです。仕入れた後、なかなか売れないからといって、仕入れ先からクレームが入るなどということはないのです。会社の営業部ならノルマを課せられ、達成するまでストレスが付きまといます。 しかし、個人での仕入れ先は売るという最終目的は果たしているので、こちらのビジネスの結果がどうであろうと文句を言ってくることはありません。仕入れ先を探すときに気をつけるべきこと。難しい、苦手だと思っていた仕入れが意外と簡単だったり、慣れてうまく扱えるようになってくると今度はもっと効率よく大量に仕入れたいと意欲が増すものです。 そうなると、メーカーよりも問屋の方がおすすめになってきます。問屋は注文が大量であれば値下げを検討してくれることもあります。一つ一つ購入する場合、問屋側としてはその度に利益を乗せることになりますが、大量に購入するのであれば、問屋側の利益を下げて販売してくれるのです。さらに、こんな商品を探していると要望を出せば、メーカーに問い合わせてくれるなどのメリットもあります。 問屋で安定した仕入れができるようになると経営も安定してくるはずです。まずは誰でも登録ができるところからスタート。まずは個人でも取引が可能な仕入れ先を見つけましょう。誰でも登録ができるようなところからスタートしても問題はありません。そこから法人や事業者でないと登録できないなどの条件があるところへと少しずつ移行していけば良いのです。 誰でも登録ができる仕入れ先で見つけた商品はライバルも多く、なかなか継続して利益を出していくのは難しいものです。少しずつ利益を出すようにして、ある程度の資金や販売実績ができてから法人化していく方法です。いきなり成功を目指すというより、少しずつステップアップしていくイメージですね。ビジネスの規模が大きくなったら作業の自動化をする。 取引先が増えたり、顧客が増えると、仕入れ商品の種類と量もどんどん増えていきます。その場合、自分で全ての作業を行っていると、自分の自由な時間がなくなってしまいます。それどころか、1日100の仕事しかできないのに、120もの仕事があるようでは、作業自体も追いつきません。そういう場合は、作業の自動化を考えていきましょう。 例えば Amazon 販売なら FBA といって受注から始まり梱包、出荷、さらにはクレーム対応まで丁寧に対応してくれるシステムがあります。また作業が大量であれば人を雇って組織化する方法だってあるのです。まさか自分が人を雇うのという感覚の人もいるでしょうが、現実に事業が軌道に乗って一人での対応が難しくなるとこの方法を選ぶ人も多いのです。 リスクを少なくして少しずつ利益を増やそう。とりあえず仕入れには資金が必ず必要不可欠です。資金あってこその仕入れですし、仕入れあってこその事業ですね。さらに良い仕入れ先を見つけたいなら販売実績も必要です。まずは急がす、焦らず、小売りの仕入れから始めて少しずつ資金を作り、さらに実績をコツコツ積み上げていきましょう。 資金がない人は無在庫販売を行うという方法もありますので、えー、諦めずに挑戦してみるべきです。まず、資金がない人は無在庫販売から。ある程度資金が貯まれば少数在庫ながら有在庫販売へ。軌道に乗ってきたら大量仕入れである問屋取引を目指す。この順番でビジネスを展開してください。いきなり成功を求めるのではなく、 リスクを少なくして少しずつ利益を増やしていきましょう。無理をすると大抵失敗してしまうことを肝に銘じておくべきです。メーカー、問屋、商社の違いとは、仕入れ先は大きく分けて次の3つになります。メーカー、こちらは国内メーカーと海外メーカー。問屋、こちらは店舗、ネット。商社、こちらは総合商社、専門商社があります。 仕入れ先は大企業か中小企業かを問わず、良い商品をより安く仕入れることができればそれで良いのです。ですが、この3つの仕入れ先の特徴や違いなどは知っておいた方が良いでしょう。3つの仕入れ先の性質の違い。メーカー、問屋、商社、どこから仕入れをしても問題はないのですが、それぞれ性質は違います。メーカー、 企画や製造などを行って物を作り、問屋に卸すか消費者に販売する。問屋、メーカーから商品を仕入れ、問屋などに販売する。消費者物流の機能はなく、仕入れなどを流のみである場合がほとんど。メーカーは物を作り、問屋は物流を行い、消費者は省流を行うのですね。メーカーが直接、消費者に販売する。 メーカーが問屋に卸し、問屋が事業者に卸し、そして消費者に渡る。メーカーが面倒な営業活動を商社に任せ、商社が代理で商品を売り込み、マージンをもらう。販売方法や性質はそれぞれ異なりますが、個人事業主がまず目指すべき仕入れの先は問屋です。そこから幅を広げていきたいところです。流通の意味を理解しておこう。 流通とは、ある商品がメーカーから消費者へ渡るまでの一連の流れを言います。ネットショップで買い物をしたとき、どのような流通になっているのか見てみましょう。メーカーから仕入れ、問屋がネットショップへ販売し、小売りであるネットショップから消費者へ販売したのです。メーカー、問屋、ネットショップ、消費者という流れですね。 最近ではネットの普及もあり、この流通経路ではなく、メーカーからいきなり消費者という流れである場合も珍しくありません。この流通がない場合、問屋の存在意義はなくなってしまいますので、事業を始めようとしている人にとっては辛いことでもあります。しかし現在でもほとんどは問屋などを挟む流通が行われていますので安心してください。うまく参入していきましょう。 無在庫販売は問屋でも増えてきている販売方法。資金があまり用意できていない主婦や学生に人気なのが無在庫販売。商品の在庫を持つ有在庫販売ではなく受注してから発注する方法で、これは個人に限らず問屋でも増えている販売方法です。メーカーから問屋を通さず直接消費者へ商品が発送されるシステムで、 間に入入るるや問屋は手数料だけが入る仕組みです簡単に仕入れられる場所を避けるべき理由とはネットショップを持つにあたって運命を左右すると言っても過言ではないのが仕入れですができるだけ良い取引先でできるだけ良い商品を取り扱いたいのは誰でも同じですしかし 初心者ほど相手を選ぶことができず、結局誰でも登録できて簡単に仕入れられる取引先を利用してしまうのです。もちろんこれが絶対に良くないということではなく、地道にステップアップしていく過程だと考えれば悪いことではありません。しかし簡単に登録できたり、簡単に仕入れられる仕入れ先にはデメリットがあるのも事実です。デメリットを把握した上で検討するようにしてください。 ライバルが多いため価格競争が起こりやすい。個人でも登録できる、審査もない。そんな仕入れサイトは文字通り誰でも登録できるサイトです。もちろんネットショップなどの事業をしていなくても個人が一つから買えるところもあります。個人でも買える仕入れサイトで利益を出せる商品を見つけられるかというと本当に至難の技なのですね。個人、ましてや初心者がこの中で勝負しようと思うのなら 価格を下げるしかありません。これにより価格競争に巻き込まれ、結局予定していた利益を大幅に下回り、さらには損をしてしまうこともあり得るのです。また、このようなサイトで卸価格といっても、結局他のサイトで同じような価格で売られてしまっていたりもするので、仕入れ先としてはあまり魅力があるとは言えません。 消費者にとって、おろし価格でも買える商品をわざわざネットショップで買う意味もありませんね。このあたりのことを念頭に置いて商品探しをするべきです。仕入れサイトで良さそうな商品を見つけたら、まず他のサイトでどのぐらいの値段で売られているのかを必ずチェックしてください。価格差を十分考慮して発注するかどうかを見極めたいですね。 仕入れ先がネットショップを運営している可能性も。このような仕入れサイトでお目当ての商品を見つけても、仕入れ先である会社がネットショップを運営していることもあります。これは今の時代珍しくないどころか多くなってきていると思います。仕入れ先である会社からすると、小売業者に売っているか消、消費者に売っているかの違いであって、消費者相手だから価格を上乗せして売るなんてことはありません。 これでは個人の力ではなかなか勝負できないのが現状です。仕入れ先でもネットショップなどを運営していないところを探してみましょう。ネットショップ運営をしていなくても商品を売りたいのは同じですから、販売サポートとして相談に乗ってくれるところも多いようです。また、品揃えが豊富で価格も安い大手のネットショップに対抗したいなら、個人はオリジナリティを求めるに限ります。このショップがお気に入り、 このショップで揃えるものは揃えたい。そう思わせるショップ作りが必要です。仕入れ先と同じようなことをしていては、個人であるこちらのショップに勝ち目はほとんどないのです。安く仕入れようとしていきなり大量買いをしない。初心者がネットショップを立ち上げようとするときは、 自分の好きなものは売れるはずという甘い見込みから大量買いをしてしまい、結局はあまり売れなかったという失敗がつきものです。素人が思いつきで仕入れてバカ売れするはずもないのです。やはりできるだけ安く仕入れようと思うと大量買いをすることが一番なのですが、これは確実にある程度以上は売れるという見込みがなければいけません。その他、 大手の企業同士で行う保証金での仕入れなどもありますが、こちらは個人経営のネットショップでやるとリスクが多すぎますので絶対に避けましょう。相手が万が一倒産しても保証金は戻ってこないことがほとんどです。そうは言っても失敗しながら少しずつコツをつかみ、実績も取引先も増やして成功を目指すことが賢明でもあります。 失敗を恐れすぎてリスクのなさすぎる方法ばかりを模索していても始まりません。リスクなしと歌う仕入れサイトも多いのですが、これはこれでライバルが多すぎるなどのデメリットもあるのです。ビジネスには多少のリスクはつきものです。思い切って挑戦することが大切なのですが、個人のネットショップなどは大きすぎるリスクは避けるべしということなのですね。 個人でも使える国内の仕入れ先をご紹介。まずは国内のおすすめ仕入れサイトを見ていきましょう。国内サイトは海外サイトにはないメリットがあります。まず、意思疎通がしやすい。説明文や画像をそのまま使用できる。交渉の際、負荷であっても回答はしてくれる。発注後の納品が早い。慣れない人ほど国内の仕入れサイトを使いたくなりますね。 その代わりに、仕入れ費用は海外と比較しても割高ではありますが、それを十分カバーするだけのメリットはあります。ドロップシッピングサイトのトップセラー。トップセラーは在庫を持たなくてもネットショップを経営できるシステムであるドロップシッピングサイトです。受注が入ると梱包出荷などをするのはメーカーや問屋です。無在庫ですから、仕入れ資金や在庫管理は一切ありません。 割高に感じることもあるのは事実ですが、売ることに集中して仕事をすることができる販売方法です。ショップを持っている人はトップセラーの商品を追加するだけですので、より多くの商品を販売し、ショップの雰囲気を良くするために利用することも可能です。日本最大級の仕入れサイト、ネット C。日本最大級の仕入れサイトであり、会員登録は無料です。アパレルや雑貨に強いですが、 美容健康商品やインテリア、家電、食品など幅広く取り扱いがあります。超お得なゲリラセールも定期的に行っており、楽しく商品選びができる工夫がされています。登録しているサプライヤーである卸会社とは、電話などで連絡を取ることも可能になっています。積極的にアプローチして交流を取っておくと、在庫確保など優遇してもらえるかもしれません。 登録は無料ですから、とりあえず登録してサイト内を調査してみてください。小ロット仕入れが可能な、問屋国分ネット卸し。無料の会員登録をするだけで、小ロットでも仕入れができる仕入れサイトです。食品、缶、野菜、菓子、酒類、日用品、雑貨、介護商品など、1万6000以上のアイテムが揃っています。地域限定商品やお菓子なども充実しているので、 サークルや子供会などのお仕入れにも便利です。じゃがりこ、うまい棒、どんべいなどメジャー商品もあって楽しいですから、一度会員登録をしてサイトを覗いてみてください。個人でも使える海外の仕入れ先をご紹介。個人での仕入れで海外仕入れサイトを利用するときに不安なのは信頼性です。海外サイトでよくあるのは納期遅れ、不良品の問題で、 国内仕入れサイトよりも見極め方が困難です。上手く仕入れができると価格が安く仕入れられるなどのメリットはありますが不安はつきません。海外の仕入れサイトでおすすめできそうだと判断できた3つをご紹介していきましょう。世界最大級のオークションサイト eBay。eBay はよく耳にしますが日本で利用している人はまだまだ多くありません。 しかし、世界中で利用されている世界最大級とも言えるオークションサイトであり、仕入れサイトではないのにも関かかわらず、仕入れに利用している人も非常に多いです。世界中の人が利用しているので、珍しいものや、その国の特徴でもある商品が売られています。商品探しも楽しく、利益率も比較的高めだと感じるユーザーも多いようです。 仕入れすするかかどうか別ととしししてて個人で利用しても非常に楽しいサイトだと言えます中国を代表するサイト、アリエクスプレス。中国を代表するサイトであり、日本語にも対応しています。中国サイトは不安がつきものですが、アリエクスプレスはその辺をカバーしている優秀なサイトとも言えます。日本語や英語対応のサイトがあるので、語学力がなくても大丈夫。 セラーに直接チャットなどで連絡を取ることが可能。メルカリのように受け取り確認をした上で入金されるシステム。受け取り確認や評価入力があるため、いい加減なセラーは排除される。これだけきっちり対応してくれるのなら安心して仕入れができそうです。アリエクスプレスよりも格安なタオバオ。こちらも中国サイトになりますが、アリエクスプレスと比較してもかなり格安なのがメリットです。 おかしな日本語表記もあったりと、翻訳は微妙なところですが、大体の意味がわかる程度に日本語対応もしています。一時期よりも改善されているものの、アリエクスプレスほどショップの質が全体的に良いわけではなく、中には対応の悪いショップが存在するのも事実です。仕入れ値が格安なのは魅力ですが、十分注意して仕入れを行ってください。まとめです。 仕入れはネットビジネスの成功の鍵を握っていると言えるほど重要なものです。個人で仕入れる場合不安がつきものですが、コツを抑えれば上手に仕入れ先を開拓していけるはずです。最初は踏み出せない気持ちが勝ってしまいますが、ここは行動を起こさなくては何も変わりません。ネットビジネスに興味を持ち、仕入れを検討しているならできることから少しずつ挑戦していきましょう。肝心なのは結果を急がないことです。 少しずつステップアップしていくイメージで焦らずに実績を積んで模索することが大事なのです。小さな取引だってもお互いの信頼関係を結べばそれが次の仕入れにつながることも十分あります。丁寧にかつ楽しく仕入れができるように努力してくださいね。ということでチャンネル登録お願いします。